シャイアンツで花開け、ホークスサブマリン高橋でトレードに出された悔しさ全て晴らして、巨人で一軍勝ち取れ。ドラフト2位でホークスに指名されて入団、勝利新人を選ばれた。ジャイアンツとの日本シリーズ見事抑えて勝利、優秀選手賞、サムライジャパン選ばれて世界一に輝いた。中継ぎでもチームに貢献、リーグ優勝、シリーズ日本一、さらなる進化を求め、カーブを習得目指したけれど投球フォーム見失った。ジャイアンツで花開け、下手投げの速球派高橋、マキタコーチに招聘したのはレイの復活のためじゃなかったのか。泉と共に巨人でソフトバンクを見返してやれ、日本シリーズ阿部を抑えたあの輝きを取り戻せ高橋で。